吉田君千枚屋記録27秒05。なお各組、1組、の、風速追い合わせ1メートル、少々お待ちください。次に行われる競技は共通女子 800m 決勝第2組です。第2組は第2レーンと 第6レーンを分けまして6名の出場になります。位置について、第2組スタートいたしました。3時現在の当競技場のグラウンドコンディションをお知らせいたします。天候快晴、気温 25.3 度、湿度 47%、 風向北東の風、風速 1.5 メートルでした。3番は日高さん桜町、途中 400m は75秒で通過です。中学男子共通 200m の結果の続きをお知らせいたします。総合の結果、1着1組4レーン55番佐藤君山野目、記録23秒84、2着1組5レーン507番小野寺君平泉、記録24秒13、3着1組6レーン319番相馬君萩翔、記録24秒58、4着3組5レーン615番高橋君花泉、記録25秒22、5着2組4レーン51番菊池君山野目、記録25秒34、6着1組7レーン1番平野君一ノ関、記録25秒35。以下の記録につきましては、掲示板をご覧ください。中学校女子競歩 800m 競走最後レース第5組最後の組になります。第5組は第1レーンを除きまして7名の出場になります。先頭は菅野さん千枚屋、次に伊藤さん堀田、次に黒沢さん、黒沢さん伊藤さんの順番になります。途中400メートルに変わります。途中400メートルは6 4番
番西条さん一ノ関記録2分39秒82、3着1レーン1006番畠山さん室根記録2分41秒04、3組1着7レーン906番新田さん天満屋記録2分42秒21。